一番新しいアルバムから今夜の3曲聴いてください、うん、最初に私のブギウギというんです。これは南正人の歌でなかなか私は好きで入れたんです。音のことですと面白いなと思うのは、夜が明けたらの1枚目のアルバムの時に吉野金次さんが音を取ってくれました。私は非常に好きなミキサーの人で、夜が明けたらからもうそうですね10年近く経ってるんですけども、あの頃の録音の仕方と今度の新しいアルバムの録音もきっとだいぶ違うんじゃないかと思うんです。でも何か吉野さんっていうのは私の好きなところとっても何か持ってらっしゃるんで、私は今度のアルバムもいい音だなと思ってます。じゃあ早速私のブギウギから。私のブギウギ。
ブギとブスとを聞き間違えて、あんた私を笑ったねっていうのは、これは自分がこういう詩をとても書けたもんじゃないと、これは成田博司という人が書いて、南雅人が作曲したんです。こう体験を歌にするというのは大変に気恥ずかしいことで、ミュージシャンがなんかいいプレーをするとそれに乗せてなんとか歌う、そんな感じなんですね。あの今のが萩原信義が新婚旅行でアメリカに行きまして、その時にエピフォンというギターを買ってきまして、この私のブギウギは萩原信義がリードギターを弾いて、じゃあ今度はやっぱり新しいアルバムの中からあのほんの少し、まあ刻んに言えばちょっと体験をあの歌というよりはなんか喋りのような、詩のようなわからないような、私が書いたんですけど、あの白井美希夫のピアノで、ドラムとベースは一ノ田博之だけ、それじゃあ聞いてください、二人の女の歌。それは小さな町だった、私がキャバレーで歌うって、夜のショータイムにはまだあった、くるびてきた手に入っていった時、その女の歌が流れた、黒人デカは私笑うようで、思いがけなく私は店の隅で泣いた。ある日私は犬と待った女の歌を聴く男を思うたせよ、思うそれが時にはつらく、レコードの針を上げ、新しいアルバムの中からやはり萩原信義のリードギターで、あのオルガンに坂本龍一が入ります。それじゃああの人は言った、
昔のことだろうか。暗い夜明け、うたた寝の時、走ってゆく車。こんな風にして聞いてみますと、やっぱり一番新しいアルバムっていうのは、あの録音なんかもだいぶ変わったのかもしれませんね。それじゃあまたこのスタジオで撮ったものをかけます。最初に、あの人が死んだら。この世は天国、みんながそう言うの。あの人が死んだ
夜明けの道には朝日が、なんて素敵な目覚め、ああそんな気分、ああそんな気分、あの人が死んだら、みんなは踊り狂い、誰もが抱き合いながら、した仲間たちを改めて紹介します。ピアノが白井美希夫、ベースが吉田健、ドラムが角田博、それから今のあの人が死んだらの生ギター、リード萩原信義、それじゃあの今度はやっぱりこのスタジオで録音、最後に録音しました曲で、リードギターが今度は池田洋一郎に変わります。それじゃああなたなしで。
と前のことだけれど、その光に気づいていたのだが、逃しただけさ。だけど再びいつの日にか、あの光がおいらを照らすだろう。あの光、そいつは古びた街のガストでもなく、月明かりでもない、スポットライトでなく、ろうそくの火じゃない、まして太陽の光じゃないさ。あの光、そいつはあんたの目にいつか輝いていたものさ。またおいらいつか感じるだろうか、輝いていた。
もう長いこと写真を撮ってなくて、こう化粧するのが何かこう面倒くさくなって、で今度のアルバムで久しぶりに今年に入って化粧して写真を撮ったんですが、それをしみじみこう見まして、まあなんかまだまだ美しい。どうもこんな風にスタジオで長い時間久しぶりなもんでこうつけたことのない日記をつけてるみたいで、どうもやはり私は生のステージが合ってるみたいです。どうやらそろそろやっと時間になったみたい。じゃあ最後にやっぱり一番新しいアルバムからかけましょうか。あなたに。化粧なしで歌ってるライブハウスもいいんですけども、春になってまた化粧してステージに上がろうなんて思ったりしてます。本当に長い間
おやすみなさい。